太田清六は、建築士学者、九州大学名誉教授、東京府生まれ、1935年、早稲田大学理工学部卒業。1957年、平安、鎌倉時代における、住宅建築士の研究で、総大工学博士、東京定室博物館研究員、九州大学工学部教授、1977年、定年大官、名誉教授、 早稲田大学文学部客員教授、1983年、退任。87年春、君三東随法省寿君。1988年、神殿作りの研究で、角川玄義賞受賞。2009年、神筋梗塞のため裁判の三乱卓で死去。98歳坊津。家屋雑行ベースの神殿作りを学び、それを乗り越えて神殿作りの研究を大きく。 発展させたのが、大田清六である。特に、東三条殿の研究、堀川殿の考察、鳥場殿の考察については、現在も評価は高い。大田清六は、平安文化交流期の演技時代、おおよそ醍醐天皇の頃には、神殿作りは完成しており、これが、天略時代から、村上天皇の頃に、極世期に入ったとし、その恒例を、 藤原諸助の東一条院とする。東一条院では、東西領隊に北隊、東西領門から西中門までが確認される。大田勢六は、その完成された神殿作りの形式を、正規神殿作りあるいは、正規神殿作りと呼び、神殿作りの歴史をその、正規神殿作りが変形し崩れ去っていく過程として、説明する。その、正規神殿造りとは、 宇都ほ物語にある次のような姿である。神殿を中心として東西に、両体、北方に、北体を構えて、五殿関係の中枢と、なし、神殿の前方には広い南池を設け、地中には大きな中島を廃するなど、正規神殿づくりの形式をそのまま踏襲する。池は東体の南方にまで入り込み、そこに、東釣り殿を設ける。その代表は、 藤原の道長の第二期土三門殿と藤原寄道の第二期茅院である。その頃は平安末期に多く見られるような大概ないし、大概老形式は原則的には未だ用いられなかったが、最盛期も後半になると一部には早くも変形を生じたものも見え、例えば第二期茅院は東大を書き、東三条殿では西大を書く。だがそれは前者は 藤原頼道の独創性、校舎は西大の位置に泉が湧いたという特殊事情であって、正規神殿作りの存在は疑う余地はないとする。そしてその正規神殿作りの変形が、平安末期から堀川殿のような大大や大大楼への変形が始まり、ついには大の消滅、隙渡殿の消滅となっていくとする。大田清六の特徴の一つは、神殿の正面に、 南池や中島を中心とする庭園を干渉しようとする日本人特有の気持ちなどと池の存在を非常に重視する点。そして、漢民族が好む左右対称型を破ろうとする日本人的性格の現れ、また、日本人は元来が左右対称型を好まないのでは風化がますます進んだ結果というような言葉で説明するところである。大田清六は、 東西の大は、東西宗ではなく、南北東であること、東西の中門楼の先にあるのは、片や泉殿、片や釣殿ではないことなどを指摘しはしたが、川本茂雄からは、正規神殿作りとは11世紀中頃以前の文献に見える神殿、東大、西大といった言葉に、平安時代後期の指図から復元した根がら、タイのイメージを重ね合わせたもの。 あまりにも南池や中島を重視しすぎると批判され、後に藤田勝也からは、基本的には、家屋雑行の神殿作りイメージのままだと評される。大田清六の主張は、神殿作りの研究だが、その出版の4から5年前に、川本茂雄は、神殿作りの典型像と、その成立をめぐって、上下で、大田清六の説に異論を述べている。川本茂雄の書評、 大田清六著、長、神殿づくりの研究を批判的に読むによると、神殿づくりの研究はそれまで発表した論文をまとめたものではなく書き直したもので、特に第一章の神殿づくりの形成過程は新たに書き下ろした章で、川本茂雄の問題提起に対してもあくまで自説を貫くものとなっている。なお川本茂雄への直接の反論はにある。論文の場合、著者名の後の年は、 論文の書室の都市、ページ数は参照した収録書籍のもの。論文の並びは著者別書室都市順で収録書籍の発行年とは異なる場合がある。ありがとうございます。